はい、こんにちは。田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、ライター、リサーチャー、翻訳などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生きていて感じたことなどをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、本日のトピックは、 闇バイトに走る心理について、個人的に考えたことをお話しさせていただきたいと思っています。もう、かれこれ、あの、2023年の最初にあの、闇バイトっていうので、あの、狛江市の方で殺人事件が起きて、まあ、それで、ルフィという、えー、まあ、フィリピンに当時、えー、滞在していた、 え強盗団が軒並みその指示役も含めてえ実行役も含めてえ逮捕されたというようなえ事件が起きてるのは多分皆さんの記憶にも新しいと思うんですけれどもあのそれからまあえー予想通りといっていいものなのかどうかえまあ闇バイトが今どんどん増えてきているとえ特に若者たちの間で。 でああのー、まあ、皆さんももう散々ニュースを見てるんで、えー、ご存知だと思うんですけども横浜の方で最近では、えー、殺人事件が起きたりとか他の地域でもその、えー、被害者が出てあのー、渋滞になった方とか、えー、怪我をした方とか、えー、まあコートに入られたとか特に高齢者の、えー、お家でそういうことが、えー、多発しているということなんですけれどもまあ 結構いろんなユーチューバーさんがもうすでに、あの、こういった事件の解説とかは語ってるんで、私はもうほとんどそこら辺は触れないんですけれども、なんでその、あの、闇バイトに走ってしまうんだろうっていうところについての考察に関してちょっと、ええー、まあ、冒頭で申し上げた通り、えー、語りたいなと思ってるんですけれどもね。あの、まあ、第一にその、 まあ他のユーチューバーさんたちも本当にえたくさん申し上げてるんですけれども、まあ,あのおっしゃってるんですけれども、まあ貧困っていう問題がえあるとは思うんですよ。一つは若者の間で特に。あの、まあ僕が若い頃と比べても今の、僕今40歳なんですけれども、20年前とかえ15年前とか、その頃と比べてもその今の若い世代ってあまりお金を持ってないと言われてますし、まあ僕が そのぐらい年代,年代だった時は、まだ消費税もそんなに高くはなかったし、あの、保険、まあ、各種税金も今ほど高くはなかったので、給、えー、シーズンがそんなにその頃と変わってない若者は、それは、それは、それは、あの、生活が厳しくなっているだろうなと。物価も上がっているので。まあ、それが一つ、えー、あるのと、まあ、その中でも、やはりその、自分を利して生活するっていうことができない人も中にはいるわけで、あの、 まあ、借金を作ってしまったりとか、ギャンブルにハマっちゃったりとか、そういったえ事例もあるから、まあ、そういったのが好き、そういったギャンブルとか好きな人も、例えば今だったら、あの、仮想通貨であるとか、そういった投資的なものが好きだったりする人もいるだろうから、若い人の中にも。まあ、それでハマっちゃって、借金作っちゃって、ちょっとどうすることもできなくなって、エンバイトに走ってしまったっていうようなこともあると思うし、あともう一つえー疑問な、もう一つ今あるのが、 ホワあのホワイトバイトホワイトバイトって言っていいのか普通のバイトの紛れてあの求人誌に乗ってるパターンがあるらしいんですねあのー、よくまあ,あの僕もほとんどバイトとかっていうのはもう長年したことがないんで今どうなってるか分かんないんですけどもタウンワークとかに乗ってるんですかね、えー、ホットペッパーホットペッパーだっけ分かんないですけどあのそういうのに乗ってるんですかねなんかその普通のお店のバイトとかと一緒に そういったのがもしあるんだとしたら、ちょっとそれは、なんか、それであの巻き込まれちゃって、不可抗力な形で,で、個人情報とか取られて、もう断ったら、家族に追い打ちかけてやるみたいなことを言われてしまったら、もう、あの、判断基準のない、判断基準がない、どこに駆け込んだらいいか分からない若者たちっていうのは、ちょっとや,るがいや,いや,やらざるを得ない形になっちゃうかもしれないし、もしかしたら気づかないうちに、 そのホワイト、もう完全にその入り口から出口まで全部ホワイトに見えて、実はそれだった、えー、闇バイトだったっていうパターンもあると思うから、えー、それはそれで、あのー、それでなんか逮捕されて実刑ですみたいになっちゃうと、ああ、それはちょっともうやるせないなっていう気持ちにもなりますよね。あともう一つ僕個人が思うのは、えー、多分なんですけど、これはちょっと僕の勝手な憶測もあると思うんですけど、 あの、闇バイトに若者が走る背景って実は SNS が関与してると思うんですよ。この SNS っていうのはその、もあの、SNS って求人、闇バイトの求人を出しているからそれに応募するっていうことではなくて、あの、なぜか、あの、多分、多分、うん、あの、 若い人の中で今 SNS で当たり前じゃないですか。インスタグラムであったり、えー、TikTok であったり、えー、特にその2つなのかな。あと、X も多少は関係すると思うんですけども、そこで、あのー、自分と同年代の若者が、例えばインフルエンサーとかになってたり、えー、してて、すごいゴージャスな生活を送っていると。多分、それを、まあ、僕の憶測なんですけども、それを見た えー、若者たちが、特に男、男性諸君が、あ、自分もこんな生活がしたい。けど、今自分は借金を抱えているし、別に借金を抱えてなかったとしても、えー、今の自分のアルバイト代では全然足りない。えー、じゃあどうするか。何か手っ取り早く稼げる手段はないか。って思って SNS を見たところ、まあ、 闇バイトって気づいて、最初から気づいてるパターンもあれば、気づいてないパターンもあって、え、ま、高収入って書いてある。え、何か物を運ぶだけで、うん、10万円もらえると。っていう、あ、だったら、これだったら、手っ取り早く金持ちになって、僕もキラキラした生活が、え、味わえるのかもしれない。っていう気持ちになり、応募してしまうと。で、もしそれが闇バイトだと最初からしてるパターンの場合は、ちょっと一回ぐらいならバレないだろうなっていうような、え、浅はかな気持ちが。 働いいてしまうんじゃないかとえー、それによってまあまかり間違って成功とかしちゃってお金とか入ってきちゃうとどん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 はまってってしまうっていうような、えー、形になってでそれで、えー、バレてもう捕まってしまうというような、えー、ことになってしまうんじゃないかなと、まあ、つまりその比較ななのかなと思うんですよね今の若い世代の中の、えー、他者との比較。 あの若い世代若い頃ってやっぱり僕もそうなんですけれどもまあ今もそうですけれども、えー、やっぱりその SNS に影響されがちじゃないですか何かと、えー、キラキラした生活を送っていたりとかなんかすごい、えー、美しい女性と交際していたりとかなんかブランド物を持ってたりとかいいマンションに住んでたりとかそういったのを見てしまうとあの特に男って見えっ張りなんで虚栄、えー、心で生きてる部分たくさんあると思うんで あのー、そういったのに影響されちゃって、ああ、なぜ自分はみたいな、思ってしまって。なんか、やっぱり若い頃って、その、手っ取り早く金持ちになりたいとか、えー、結構盛んなのはいいんですけども、なんかそう、プロセスを知らないじゃないですか。お金持ちになるんだったらこ、これ、こういうプロセスをたどんなきゃいけないし、これぐらいの努力が必要で、これぐらいの年数をかけなきゃいけないみたいなのが、えー、ちょっとわからないところもあると思うから、えー、自分もやれるんだと思って。 えー、それどん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 そのなんかえー、楽な方向に逃れていってしまうっていうようなっていう部分が、えー、多分あると思うんでそのやっぱり SNS っていうのはすごい影響してると思いますあのー、えいわゆ走る、えー、人たちのがあの知能があのー まあ、ちょっとあまりちょっとこういう言葉を表現したくないんですけども知能が低い人が多いんじゃないかみたいなことも言われてましたけど確かにそういった人たちも中にはいるのかもしれないですけど今って普通の大学生とかもやっちゃ,、えー、やっ,ちゃってるんで、えーまあ、それなりの大,、まあ、大学生とかになれば、まあ、中にはそういう、えー、俗に言うグレーゾーン的な人もいるのかもしれないですけれども決して、まあ、大学生群に慣れてるぐらいなんでそんなに頭の悪い子たちじゃないと思うんですよもともと。 なのでやっぱりその SNS とかっていうのがすごく影響してるんじゃないかなと思うし、中にはその全然貧困じゃない、借金も抱えてない普通の家庭の子があのヤミバイトに走っちゃって逮捕されてるっていうような事例も増えてるんで、やっぱりその根底には SNS の他者比較っていうのが僕はあるんじゃないかなとえ思いますね。で、どうやったら防いでいくかっていうことなんですけれども、あのなんだかんだ言ってその 捕まった後どうなるか、どういう刑罰を受けるかっていう情報って、あの、教育過程の中であんまり、言わ、あの、語られてないですよね。今はどうなのかわかんないですけど、僕が小さい頃は、まあ、当時刑法とかが、少年法とかがどんどん目まぐるしく変わってってた頃だったからっていう影響もあると思うんですけれども、こういう罪を犯したら、こんぐらい刑務所にいなければいけませんみたいなのが、全然入ってこなかったから、 で、今回、今の若い世代で捕まってる子たちたちも、多分、その、ま、強盗致傷で、えー、懲役6年以上。で、もう、えー、まあ、昔だったら、え、えー、かけ子とか受け子とか言うんですっけああいったの、あいた犯罪に加担した人たちは、した人たちは執行猶予をついてたんですけど、今もうつかないと。いうのも知らないと思いますし、あのー、まあ、強盗致傷、あ、強盗致死で、 とか強盗殺人を犯してしまったら、無期懲役か死刑になるしかないと。そういう選択をさせ,るさせられるんですよね。えーまあ、選択は本人たちはできないんですけども、えっとまあ、つまりその一度でもそういったことに巻き込まれてしまうと、最低懲役6年以上、もしあの人は辞めてしまうと、えーまあ、30年以上。えー、で30年入ったとしても、えー、仮釈放をもらえるわけではなくって、そこで。 えー、無期懲役でも、えーまあ、大体はもう40年とか、極、えーまあ、死してしまうパターンの方が多いんで、一、えーまあ、回その仮釈放の審査,に,かか審査を、えー、に落ちてしまうと30年経った後に、でさらに10年後になっちゃうから、もうその時点で40年って確定しちゃうんですよ、で20歳で入ったとしても刑務所に、まあえー、60歳とか。 えー、まあ下手してまあ遺族の感情的に、あの、出して欲しくないというのだったらもう、そのままずっといなきゃいけないんで、まあ例えば70、80になって出れたとしても、その時には社会って目まぐるしく変わってますし、あのー、多分そういう人にとっては、あのー、刑務所より平野の中よりも平の外で生きる方が絶対辛いと思うんで、もしそういうことを人でも伝えると、そうなってしまうよ、あなたの人生はっていうのをちゃんと学校のな中で、 えー、また親御さんが、えー、子供たちに、えー、伝えておくべきだと思いますね。えー、そうですね多分大人でも結構そのけこんぐらいの罪を犯したらこうなるっていうのを知らない人たちって多いと思うんで結構その軽く考えてしまう人たちっているんじゃないかなと、えー、思わざるを得ないです。あまあ、それはそうまでしてもううん十年棒に振るようなことをしてでしかもその 生きていくのが、出てきた後生きていくのが辛い状況になりながらも、も数百万のためにあなたは犯罪しますかっていうようなことをちゃんと考えられる頭があれば、それちゃんと問えば、えー、分かってもらえる確率って高いんじゃないかなって思うんで、そうしていくしかないのかなと思います。指示役っていうのは絶対、えー、この闇バイトを取り締まったから、取り締まったらまた別の形でもっとあの、 強烈なものが生まれたりとかもっと法の目をかいくぐるようなものがどんどん出てきてしまうので指示、えー、役を撲滅するっていうのはもちろんそうなんですけれどもあのやらいや参加側が参加しないように、えー、気をつけるっていうような、えー、かと形が一番だと思いますあのもしまあずっとそういった、えー、連絡先とか渡しちゃったっていう人はあの参加する前に警察に言えば 参加してしまう前に警察に言えばあの絶対家に追いつかけるとか言われても来ないんで多分,多分来ないんで、えー、来ないんでって言い切れないですけど多分来ないんじゃないかなと思いますあのだってそんなリスクを冒せるわけがないんであのだってまた別の子を入れればいいだけだからその足がつくような自分たちの顔がバレるようなことは絶対しないと、まあ、してこない感じてこないんじゃないかなと思うから。 断言はできないですけれども、私、警察じゃないんで、あのまあ、参加してしまう前に一度でも、あの必ずその、えー、ご相談いただいて、最、え、寄、ー、りの警察署に。したら多分、たあの,、えーまあ、あの未然に、えーまあ、警察の情報を欲しがっていると思うんで、えーまあえー、彼らの言っていることが正しければ守って、えー、もらえるんじゃないかなと、えー、思っています。えー はい。えー、なんで、やればいいと。い皆さん、えー、気をつけましょう、えー。ご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がもし良いと思われた方は、えー、高評価、並びにチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは。